はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は武将プニのキュービ純育を使ってちょっと遊んでみたいと思います。キュービさんが相手をキュンキュンさせてキュン玉作るみたいに必殺技打ちまくって玉をいっぱい作ってみようと思います。なので今回のパーティーは必殺技すべて玉を作るメンバーにしてます。虫歯伯爵、キュービさん、キュービ純育、そして犬神さん、コマさんですね。こんだけキュービ集まると難しいね。三つ股の槌を攻撃あまりしないようにピンを外しながら、難しい。キュービ純育ね。これがコマさん S。そろそろ左にピン打っといて、これが犬神でね。オッケー、慣れてきた気がする。フィーバーの時は攻撃しない。よし、今どの目だろう。右目。では必殺技いきます。コマさん S 人玉乱舞、玉が2つ、そしてキュービ純育グレン地獄で火の玉4つ、キュービさんグレン地獄で弾2つ。犬神さんの必殺技もちょいでいけそうだね。氷結地獄、氷の弾2つ。あ、いい感じ。あと1回ぐらいかな、必殺技打てるとしたら。かなり難しいなこれ。この間に来た。これラストかな。もうキュービ純育グレン地獄、あと弾実質4つぐらいですね。コマさんもいけるかな。コマさんつながれ。あとコマさんぐらいかな、必殺技打てるとしたら。この感じ、コマさん転がってこい。コマさん転がっておいで。うわ届かねえ、届かねえ。コマさん同士が届かない。どうしたらいいんだ。よっしゃ、これラストかな。人玉乱舞、なんとかいけました。犬神一体残して玉だらけに。これでさ、攻撃したらどうなんやろな。え、マジでどうなんやろ。真ん中ピン刺して、音しない、音がしない。すごい、一気にプニ増えてきた。すごいなこれ。玉だけやと攻撃できへんねんな。そして負けちゃった。せっかくやから撃破して終わらそうか。ほんじゃ、玉自体はすごい威力あるもんね。プニと一緒に消すと効果は絶大。ほな虫歯伯爵のこの玉で撃破しておきましょうか。お疲れ様です。玉集めなかなか苦労したこれ。なんか優雅やな、キュービ純育。